それでは法令上の制限の第五回目ですね国土利用計画法についてお話したいと思いますまああの略したの国土法なんて言うんですよね、えー、宅検試験ではあの毎年あの一問出る年とですね、えー、まあこのあの 法令上の制限の最後のところでやります。あの、その他の法律というのと一緒になって出ることと。ええー、まあ、二つのパターンがあるんですが、国土法だけで一問の場合と、他の法律と一緒になって一問の場合。まあ、いずれにせよ、あの国土法の知識大切なんで、確認していきましょう。あの国土法、あの、まず、あの目的をですね、抑えておくと。えー、まあ、理解を進むと思います。あの目的から確認していきましょう。目的実は二つあるんですね。うん、一つはですね、地下高騰の抑制です。 もう一つが国土の合理的利用となっております。あの平成のま昭和63年ぐらいから平成3年ぐらいまでにかけて、まずいぶん昔の話ですが、あのいわゆるバブルと言われた土地がものすごい値段が上がったことがあるんですね。あの、その対策として、まあ作られたような法律でございます。したがって、あの地下高騰、地下がものすごく上がることをまあ抑えるということですね。そういう目的があります。そのためにですね。あの、地下が上がりそうな区域を決めてまあ、この後やるんですが。 あの中止区域とか監視区域ってまあ区域を指定しましたねあの土地が上がりそうなところそこは売買契約をする前に、まあ、いくらで売買するのか届け出て,てくれとうこういう事前届けでこれは決めたんですね、あのー、国土、えー、法どんな法律かといいますと地価の高騰を抑えるためだよというのが、えー、一つの目的なんです。 まあそう言ってもですね、その後まあ地価が鎮静してですね、まあ多少の上がり下がりありますが、以前ほどまああの地価高騰の心配がなくなっている時にですね、なんでこの国土法がありかと言いますと、あの国土の合理的な利用なんですね。あのまああの国土まああの資源が限られてますから、無駄に扱い方をしないように、まあその駅前の市街地にですね、えー、市街地でね、駅前にそのなんだろうな、えー、畑じゃもったいないじゃないかとか。 周りがどんどん見るたってのに自分の土地だからねポツンとこう、えーね、一戸建てを建てておくもったいないじゃないかと、まあ、そういうことの、まあえー、規制といいますかですね、えー、そのためにですね、まあ、地価がそんなに上がらないところに関してもですね、うん、これはですね事後届けて、うん、どういう目的で利用するのといったことをまあ届け出てくださいということになっているわけです。えー、よろししいいでしょううか国国土土法法とと律、まあ、地下高のの抑制と国土の合理的利用 これが目的なんだとではこの地下高騰の抑制なんですけどね、まああのまあ、今、枠で囲っています、これ、日本だとしてください、日本の国の中をですね、まあ、土地が値段が上がりそうなところをですね、中止区域とかですね、監視区域というふうにあの区域を指定するんですよ、まあ、東京とか大阪とかね、うん東京の23区の、ね、本当に上がりそうなところを監視区域とか中止区域って指定するわけです。 で、ここで土地売買をする場合にはですね。事前に届け出てください。というふうに決めたんですね、えー、中止区域や監視区域では土地の売買契約の前に届け出が必要です。うん、ただこの中止区域監視区域ですね。今は今あのー、現在はまあ指定されてるとか、まあほとんどないんで,ですね試験問題はではあまり出ません。この後お話しする事後届出が中止になるんですかね？ 一応、対比としてこの事前届出でも知っておいていただきたいんですがこの中止区域とか監視区域に指定されたところは、うんね、その高い値段で売買してないかなということをまあチェックするためにですね契約前に届出が必要だとなってます。両当事者というふうにはその括弧の中に書いてあると思うんですが、まあ、売り主、買い主ですね両方で届出るんだということになってます。もう一つでですすねね中域域と監視区域とは別にです、ね うん法律上はこの規制区域というのがあるんですね、あのー、ここはですね土地がものすごい球上がありそうなんで、あので、ー、土地売買をする前にあの許可を受けてくれと届け出じゃなくて許可ですからあの国が OK だよ、その取引、えー、売買してもいいよって言ったもの以外は売買してはだめだというそういう区域もあるんですね。ただこれ、あのーえー、一度も指定されたことがありませんし、宅検試験でも一度も出たことがないので。 ま、試験対策としては、ま、無視していただいていいんですが、まあ、うぐ行きましても、あの、皆さん方もね、テキストに書いてあると、あの、気になるかもしれませんので、一応規制区域といにもありますということですね。まあ、すごい話です。あの、ね、あの、自由主義経済において許可なしには売買できないって言うんですから、まあ、すごい話なんですが、ね、えー、ま、中止区域、監視区域、その、その場合には事前届出になるということですね。で、あの、ほとんどの区域はですね、今、の、指定されておりません。中止区域や監視区域になっておりません。 まあ、そういう意味では、その他の区域は、まあ、無指定なんですね。この無指定の区域に関してはどうなっているかというと。契約後にですね、契約前じゃなくて、契約後に届け出てくださいということになっています。これは誰が届けるかというと、買い主のみですね。事前届出の方は、売り主、買い主両方で、しかも契約前に、あの、届けてるんですね。事前と言いますから、中止区域、監視区域だね。ただ、その区域の指定がないところ。 えー、無指定の区域に関しては契約後に、えー、買い主が届け出ると、まあ、こういう違いがあるわけですこの無指定区域の方が、えー、今試験によく出るのでこっちをがっちり押さえていきましょうということになりますはいそしてあのこのまあ、試験によく出る事後届出についてですねまあ、少し詳しく見ていきたいんですね、えー、事後届出まあ、いわゆる無指定の区域についてのお話です、えー、丸一番 権利取得者はまあですから、売買契約であれば買い主がってことになるんですけどね。契約日から2週間以内にまあ、知事に届け出て,てください。ということになってます。まあ、市町村長経由でということですねえー。2週間という数字まあ、知事に届けてるんだ。ここをしっかり押さえてください。えー、引っ掛け問題でね。まあ、事前届出が両当事者だったんで、引っ掛け問題としてあの事後届出なのにね。 あの両当事者があって、嘘をついてくる可能性もありますので、一番最初のね、権利取得者というのも大事です。何を届けるかと言いますとね。まあ、当事者の氏名、対価の額、利用目的です。要は、その誰が買ったの、誰が誰から買ったの、いくらで買ったの、何に使うの、ということを届け出るんですね。で、あの、この三つを届け出るんですが、知事はですね、届け出受けた後、審査をするんですね。審査をするんですが、無指定区域の場合にはですね。 利用目的だけを審査します、えー、対価の額つまりいくらで買ったのということもですね届け出はするんですがこれはあのー、まあ、審査対象じゃないんですねどっの届け出なくていいじゃないかと思うかもしれませんが、うん、あまりにも高い値段で売買されている場合にはじゃあここを中止区域に指定しようとかねここを監縮域に指定しようってまあ、後から指定する判断にするんですねそのために、えー、対価の額も届け出させてはいますが 審査のの対象となるのはあくまでで利用目的ですこの利用目的が、まあ、国土の合理的な利用国土法の目的である国土の合,の合理的な利用にふさわしくないなと思えればですね勧告っていうのはあの、えーね、あの地区計画のところでも都市計画のね地区計画ともやりましたけどあの命令じゃないんですねやめてくれないかなというあのそんな使い方もったいないんじゃないかなという,こうソフトな感じですね。 えこの勧告です。えー、これはですね、えー、知事としては届け出があった日から3週間以内に行うということになってます。えー、まちょっと小粒のあの論点とかた,た,たまに出るところですね。3週間ということです。つまり届け出た権利取得者としてはですね、ん勧告があるのかないのか心配なわけですね。3週間経っても言われなかったらば、あ、そのまま使っていいんだということはわかるわけです。で、これあの勧告ですからね、うんまあ三週間、うん、なんでしょうね、あのー。 契約してから2週間以内に私はこういう目的で、えー、この土地をいくらで買いましたってことを届け出る。まあ,あの3週間以内に知事が勧告してくる。それはちょっとやめてくれませんかなって言われる。言われてもですね、これ勧告ですから従わなくてもいいんですね。勧、え、告、ー、に従わない場合でもその土地の売買契約は有効です。別に罰則もないです。あの勧告ですからん命令じゃないんでね、あの繰り返しますけど、 えー、やめてくれないかなというお願いなんで別に従わなくても構わないということになってます。ただ従わない場合にはですね知事はその、えー、勧告した人の使命とかですね勧告内容を公表できるんですね。んつまりその従わないとそうい今、まあ、心理的なプレッシャーがあるわけですよ。あのあの人はあの無駄なあの土地の使い方をしているということで知事が勧告したのにそれに従ってませんよということがまあ、堂々とこうま言われちゃいますからね。 でこれもあのちょっと細かなひっかけでですね公表しなければならない知事はといったら嘘ですからね知事は、えー、勧告に従わない場合使名を勧告内容を公表できるですからまあ知事としては公表してもいいししなくてもいいということになります、えー、このようにですね無指定区域でもですね、えー、国の,の合理的な利用に相わしいかどうかこれ届出で確認しているということになります 無、まあ、指定区域事後届けが必要だといってもですねじゃあすごい小さな土地なんだろうな100平方メートルの土地を買ったとか50平方メートルの土地を買ったそのために知事にですねうん届け出されては知事としても面倒くさいわけですね、あのーまあ、細かい土地だったらね、あのー、別にうん変な使い方しても大して影響ないから勝手にやってよと大きな面積で無駄遣いされるとこれはうん、ね、国土の合理的にふさわしくないから。 これはあの直してね。って勧告をするわけですよ。じゃあ、あのどれぐらいの面積から届け出が必要なの？って、これがあの試験対策としては重要になります。届出対象面積ですね。届出面積ということになります。これはあの区域によって違うんですよ。日本は5つの区域に分かれるなんてところね。都市計画法の一番最初でお話したと思いますが。まあ、都市計画区域を決める市街化区域と調整区域に分ける分けてない。非線分区域もある。 都市計画区域ではないんだけど、まあ、将来、ね、放置しくと将来問題が起きそうなところを準都市計画区域に指定する、えー、その他両区域以外があったということですね。市街化区域、これはですね、人がいっぱい集まってますよね。す、え、で、ーね、に市街地を形成しているようなところですから、これはですね、2000平方メートル以上だったら届け出てくれということになってます。まあ、逆に言えばそれより小さい土地だったらば届け出なくて勝手に、まあ、あの売買してもいいよということなんですよね。 えー、市街化調整区域と非線引き都市計画区域これは、えー、市街化区域ほど人はたくさんいません,んですからまああの、ね、もう少し大きな土地でも広い土地でもですね、まあ、自由にやっていいよとたださすがに5000平方メートルを超えるのは土地ですとですね、まあ、あの合理的な利用かどうかについて審査するよということになります。準都市計画区域、えー、それから両区域外ですねあの今のスライドですと丸4番丸5番これはですね 1>, 1万平方メートル以上のものを届け出てくださいということになっておりますよろしいでしょうか、うん、この数字ですね市外科区域は2000平方メートル以上調整区域や非線比区域は5000平方メートル以上、えー、準都市計画区域や両、えー、区域外これは1万平方メートル以上を届け出てくださいということになっていますこの数字これは試験対策としてしっかり覚える必要があるということで、まあ、あの語呂合わせですよね うんまあ、国道は市街に整備5000キロと、まあ、作りましたねあの開発許可のとこと間違いやすいんですよねあの今日から市街線ってやったの覚えてると思いますが、えー、国道はでこれ国道法だと思ってください市街にですですから市街化区域は2000平方メートル以上なんだな2000平方メートル以上が届け出がいるんだな整備で調整区域と非線引きですねこれは5000平方メートル以上なんだな その他が1万というのは、まあのね、開発許可も、えー、国土法務省ですから、まあ、そこは覚えていただくとして、えー、ついごっちゃになっちゃうんですね、えー、開発許可の場合には、うん、1,000平方メートルというのは市街区域の基準でしたからそれ間違いないように、えー、国道は市にに整備5,000ここれぜひ押ささえてくだいいということうなります。それからもう一つこの面積なんですが飼い主を基準に考えるというのをポイントです。 いい主を基準に考えるというのもポイントです例えばですね市街角域内に A さんが3,000平方メートルの土地を持っていたとします。これをですねこの土地を分割してですね分割して B さんに1,000平方メートル C さんに2,000平方メートル売ったとします。うーんまあ事後届での場合の届け出義務者は権利取得者、まあ、売買契約の場合には飼い主なんですね権利を得た人ですから。 えー、C さんがですね2000平方メートル市外角域は2000平方メートル以上の、えー、土地を有しているわけですから、えー、C さんの方に届出義務があるわけですね。えー、まあ B さんの方はこれがないということになるわけです。えー、次にあのまあ五能さということで届出が必要な取引という話をしたいんですね。あの売買だけではないんです。えー、国土法のまあ届出が必要。まあ試験で大事なのは事後届けですけどね。 えー、届出が必要なのは売買契約だけじゃないいんだよという話ですうん届出が必要なものと届け出が不要なものこれ対比して見ていきましょう、まあ、順番に見ていきますけどね必要なものはですねん地下高騰の可能性があるものだと思ってください。国土法の目的一番最初にお話したようにです、ね、地下高騰の抑制地下がねぐわーっと上がっちゃうことの抑える地下高騰の抑制と国土の合理的な利用でしたね。 したがって地下高騰の可能土地の値段が上がりそうなもの上がる可能性のあるものこれはですね届出が必要だとなっております一、まあ、つ目は売買ですねうん土地を売買するのでありますと、まあ、高い値段でね、えー、かうんあそこが一億円で売ったのこっちは一億二千万だとかね一億三千万だってどんどん上がっていっちゃいますので、えー、売買に関してはこれあの届出が必要だということになりますね まああの今はあの事後届だけだけなんで、えー、審査するのはまあ利用目的だけなんですが、まあ、売買が対象になっているということですね、えー。さらにその括弧の中ですね予約予約ってあのー、なんでしょうね、えー、今すぐは買わないんだけど将来買うよってこういう約束なんですが、えー、これもですね、えーまあ、売買と同じように考えてください、うん、1億円で買うよと予約をする以上はですね地価高騰につながる可能性がありますのでこれ えー、届け出対象だということです、うん、条件付き売買な、うんでしょうね、えー、海外にまああの転勤することになったらば、えー、土地を売ってあげるよとかですね買うよとかですね、えー、たら宝くじに当たったら買うよとかですね、えー、何らかのこの条件がついている場合その場合でもですね うん、その値段で売買契約する条件がついてるけど売買契約するというのは、まあ、地価高騰の可能性がある従って国土法の届出がいいんだだと思ってください、えー、交換、うん、交換っていうのはあの売買と同じだなんて話しましたよねあの宅建業法のところで一、えー、億円の土地を、ね、あ,のある土地を1億円という現金で買うのか、うん、同じく1億円という価値のある、ね、別の,あの土地と交換するのかこれお金で払うか えー、土地で払うかの違いですので、えー、これはやっぱり国土法の届出が必要ですあの金銭の受注がなくてもっていうのはどういう意味かと言いますと1億円の土地と8000万円の土地を、ね、交換する場合に8000万円の土地の持ち主はですね8000万円プラス2000万円のお金をつけて渡すんですね交換差金差額の差ですね、えー、交換差金差額のお金で差金なんて言いますけど交換差金をつけて渡す これは売買と同じだとわかると思うんですがその差額のお金がないとしてもあの不動産だけの交換だと土地の交換だけだとしてもですねこれは、えー、国土法の届出対象となっています。それから売買だけじゃなくて借りる場合ですねうん地上権とか賃借権、借地借家法のところでやりましたよね地上権ってやっぱり土地を使う権利した他人の土地を使う権利したね。 これを設定する。ですから A さんの土地を B さんが借りる、まあ、地上権という場合もあれば、えー、土地賃借権ということもあるんでしょうが、えー、このの場合にも国土法の届出が必要です。えー、ただ括弧の中に書いてあるようにですねん A さんの土地を B さんが借りるその時に権利金として、えー、1,000万円払うよとか、えー、5,000万円払うよと、えー、こういった場合に届出が必要です。 うんまあ、その権利金の授受なんでしょうね家を借りるときには礼金なんて払う地域もあるし、まあ、払わない地域もあるかもしれませんが、えーまあ、それと同じようなものですね土地を貸し借りする場合に権利金、まあ、それがあまりにも高額になると地価高騰につながるのでということですね逆に言えばあの権利金の授受がなければ届け出は不要ということになります。届届出不不要要のの場場合合もも一一応見ていきままししょうかねね、えー、今バンと出ましたけれども届けで不要の場合ですす、えー、つ目がです、ね あですねえー、届け出不要なものこれはの地価高騰の可能性がないものですねこういうことが行われても地価高騰の可能性がないのであればでこれは一時あの国土法の届けではいらないということになりますうん例えば定当権をつける土地に定当権をつける A さんの土地に B, さん B 銀行が定当権をつけたとしてもですね地価が上がるっていうことは考えにくい、えー、ですから、えー、これは別にあの届け出は必要ないということですね。 それから相続とか贈与とか自己取得で土地の権利を得る、ねえー、お,父さんお父さんが亡くなったんで、えー、息子があの土地の権利を得たとか、えー、この場合はの地価が上がる可能性ないですよねですから土地の権利を取得したとしても相続人は別に国土法の届けではいりません,うーん A さんから B さんが土地をただでもらった B さんは土地の権利を取得しています土地の権利者になっています じゃあ二週間以内に知事に届け出が必要かというとそんなことはありません。贈与ただでもらってるんだったら地下高騰の可能性がないわけですね。自、う、耕、ん、取得 A さんの土地を、えー、全員無過失で B さんが十年間占有してた、えー。これはあの B さんのものになるわけね取得自耕、えー。この場合 B さんは土地の権利を得ますが国土法の届け出がいるかというとそんなことはないということですね。えー、このねまあ赤字でなっているところ。 相続で土地を得るとか贈与で土地を得るとか時効で土地を得るこの場合には国土法の届出がないのだこれあの引っ掛け問題と言いますかね、えー、試験でよく出されるところですご注意くださいそれからあの法人の合併 A 社と B 社が合併する A 社が持っていた土地を、うん、ね B 社が A 社を吸収合併したんで、えー、B 社の土地になったこの場合も地下の高頭の可能性がありません届出がいりませんということですね、えー、土地を借りたり 貸し借りですね土地の賃貸借をする、まあ、地上権を設定するということがありますが土地を借りる場合でも権利金の授受がないのであればこれは、えー、権利金のの授受がななないいいいであればこればここはは国土法の届出はいらないということうになっていますよろしいでしょうか、えー、売買とか交換とかそういった地価が上がりそうなのものね、えー、地上権賃借権の設定で、えー、権利金の授受があるものこれは、えー、一定面積以上は、えー、知事に届け出が必要なんだということになります。 そうは言っても例外があるんですね例外、えー、ね売買した例えば市街化区域で2000平方メートル以上の土地を売買したけども、えー、買い主がですね知事に届け出をしなくていい場合というのがあるんですね、えー、どういう場合かはい、えー、まあ四つ挙げてますが一つがですね当事者の一方または双方が国または地方公共団体である場合とですね地方公共団体というのはあの都道府県とか市町村ですね うん一方、または双方がって言ってますから、まあ、売り主が例えば国だとか、うん、買い主が国、うん、だとかね、えー、なんか売り主が国で買い主は民間人でもいいんですよ、えーまあまあ、両方、国でもいいんですがこれはあの、まあ、国や地方公共団体が関与している取引でですね地価高騰とか、ね、国土のまあ合理的な利用に反するようなそんな取引はないだろうということで、えー、これは届けではいらないというふうになってます。 えー、丸2番民事調停法による調停民事調停停民事法って何だって話かもしれませんが、まあ、なんかあの裁判のようなものだと思ってくださいよ調停するんですからねうん、まあ、その裁判のような民事調停という形で、えー、土地の、えー、権利が移るんであればこれは地価高騰とか合理的な利用に反することはないだろうということで届出がいいいらないとということです調停は不要なんだということを、えー、押さえておいていただければ結構です。 えー、丸3番農地法3条の許可を要する農地法についてはですねこの後あのしっかり、えー、勉強していくんですが、えー、今の段階では農地法3条これは農地の売買のことだと思ってください。農地ってでですすねそんんなな高く売買されないんですよ従いましてあの国土のね、えーまあ、合理的な利用という目的がありますがもともとが地価高騰対策でしたから農地法3条の許可をいるがいるうん土地の売買に関してはですね 国土法の届能処分ですからお金を払ってくれないとかですね強制執行やっぱりなんか何らかの,この義務を果たさないということで相手の財産を売ってしまうとかね担保権抵当権なんかはその代表ですが抵当権の実行として、まあ、要は軽「競売」キーワードは競売です。要はえ何らかの法律的な理由で強制的に土地が売られる。 で競売って普通のあの市場価格よりも安くなることが普通なんですね。えー、従いまして競売の結果、えー、土地を手にした。うん、ね、抵、え、当、ー、権が実行されて A さんが、えー、なんかあの抵、ー、当権付きの土地をあの競売で買った。軽落したなんて言い方をするんですけど、じゃあその軽落した A さんは国土法の届け出がいるのかというとこれはいらないよということになるわけですね。 はい、事前届であのおそらく出題はされないと思うんですが、えーまあ、念のため、えー、押さえておきましょうということです。まあ、事後届でのとの比較で押さえておくのはいいんですけどね。これはあの中止区域とか監視区域地価が上がりそうだなってう心配だなという区域を中止、まあ、注目するとか監視、まあ、監視区域の方がよりきついんですけどね、えー。中止区域とか監視区域内での話ですね。契約の両当事者ですね。 事前届出の方は飼い主権利取得者が届け出ましたけど契約の両当事者ですから売り主・飼い主が契約前に知事に届け出るということですねはやはり市町村長を経由してということになりますが、えー、これはつまり事前届出だということですね。で届出を受けた知事はですねこれはあのー、内容を審査するんですね。で問題があればですね契約の中止とか予定対価の引き下げ 利用目的ななどの変更を勧告できるとということになっています事後届出の場合には利用目的の変更だけを勧告できましたが事前届出ですんでつまり中止区域や監視区域のように値段が上がりそうなところですのでうーん契約そのものの中止を、えー、勧告したりとかもっと値段を下げてよこういうことが言えるということですね。はいまあ、特に事前届え失礼事後届出を中心に勉強していきましょう。 問題を、えー、2問ほど見ていきましょうかね、問題です。えー、平成28年の、えー、15番の1ですかね、えー、ちょっと長い問題なんで、えー、短めにしてます、解答つけておりますが、市街区域内の土地、まあ、面積2500平方メートルですね、こういうところチェックなんですね、えー、市街区域か調整区域か非線引きによって、あの届け出対象面積が違いましたからね、えー、こあのね国道はってやりましたね、市街に整備5000キロですからね。まあ、それはさておき、 市外科区域内の土地面積2500平方メートルを購入する契約をした者は、その契約を締結した日から起算して、3週間以内に国土法第23条に規定する届出を行わなければならないとこが書いてあります。国土法第23条ってそういう条文まで覚えなくていいですからね。国土法の届出だとそういうふうに読んでいただければ結構です。これどうでしょう。丸でしょうか、バツでしょうか。市外科区域内の土地の2500平方メートルですね。 うん届出がいるかいらないかただもう少しもう一つ注意すべきところが3週間以内ここをちょっと注意ですねこれどうでしょうかという話ですが市内区域の場合には2000平方メートル以上の土地を購入する場合には地後届出が必要でしたよねえまあ監視区域とか中止区域の外だとしてもですねえー市内区域内であれば2000平方メートル以上の土地を買うんであればこれは事後届出が必要でしたしかし えー、これは契約後2週間以内でしたね契約後2週間以内でした3週間以内ではありませんまあ、こういったひっかけが出されるわけですねしたがって2週間という数字とか2000平方メートルという数字しっかり押さえておく必要がありますこの問題文は誤りだということになります、えー、もう一問見ていきましょうかねもう一問です平成29年の22問の足の2番これも長い問題なんで少し改めてますか。あの直してますけどね えー、国土法によれば市街区域内の3000平方メートルの土地です市街区域内の3000メートルの土地を贈与により取得したものは2週間以内に都道府県知事に届け出なければならないとなってますこれはどうでしょうかまるでしょうか罰でしょうか市街区域内ですね市街区域内は2000平方メートル以上は届け出が必要でしたしかしという話ですね贈与であれば国土法の届け出はいりませんでしたよね 権利を取得したとしても、土地の権利を取得したとしても、贈与とかですね、時、う、効、ん、取得とか、えー、ね、えー、相続とか、こういったものは、えー、届けではいりませんでした。地価が上がる可能性がないからということですね。えー、したがってこの問題文は誤りだということになります。えー、国土法あのー、まあ馴染みはなかなかない法律だと思うんですが。 えー、覚えることは本当少ないですえー、事後届出を中心に覚えておけば、えー、大丈夫です。まあ、届出対象面積とかですね。んん。あとは届出がいらない場合、ここを押さえておけば一問取れます。頑張っていきましょう。